きな森の近くに木こりの夫婦が住んでいました。この家には二人の子供がいて、兄の名前はヘンゼル、妹はグレテルと言いました。畑で全然食べ物が取れなかったある年の話です。あー、食べ物がこれだけになってしまった。こうなったら子供たちを森に置いてくるしかないよ。二人のお父さんの2番目奥さんはとっても冷たい人でした。子供たちの優しいお母さんはずっと前に死にました。さあ、今日は木を取りに行くよ。これはお前たちのいるがんだ。ヘンゼル、グレテル、ここに来て。このパンを食べて。これだけお腹が空いた。はい、それだけ。森に入るとヘンゼルは一番後ろを歩いた。そしてパンを小さく切って道に落としました。ヘンゼル、何をしているの？何でもないよ。私は食べ物を持ってきます。あなたたちはここに待っています。早く来てください。森が怖いです。大丈夫だよ、グレテル。僕が守ってあぐれからね。ゆっくり休んで。そして起きると周りは暗くなってしまいました。泣かないでくれてる。月が昇れば道に落とすってパンがきっと見えるからね。あれ？ない。パンがない。ヘンゼルとグレテルは鳥を見つけた。そしてお菓子でできた家も見つけた。こっちの窓はケンディ、屋根はケーキだ。一緒に食べましょう。あ、おいしい。あ、本当においしいね。家の中からおばさんが出てくる。ほや、ほや、かわいい。家の中からおばさんが。家の中に入って。甘いお菓
菓子や温かいミルクなどをくれました。それから二人は寝ました。ところが次の日です。おいしそうな子供たちだよ。ほらこっちに来て。ああ出して出して。はい指を出して。まだまだやらせているね。マジは毎日ヘンゼルが太ったかどうか確認しました。マジはほとんど目が見えなかったのでヘンゼルは鳥骨を出しました。グリケルは大変そうに働いている。私はもう大丈夫。ヘンゼル諦めないでね。私がハンゼルを助けるから。変だね全然太らない。もう待ってないよ。じゃあグレテルかまどに火を作ってヘンゼルを焼いて食べてしまうからね。バカな子だね。はあこうやって1ヶ月が経ちました。おばあさんおばあさんどうすればいいかわからない。おばあさんやってみて。グレテルは待ちを捨ててかまどの蓋を閉めました。ハンセルもう大丈夫。グレテルよかった。二人は部屋にあった宝石をポケットにたくさん入れて町の家を出ました。頑張って走っていると見たことがある景色が見えてきました。二人のお父さんの二番目の奥さんは少し前に病気で死にました。家だお父さん。ヘンゼルとグレテルよく帰ってきてくれた。本当にごめんなさい。あおばさん見て見て。わーポケットからたくさん宝石を出します。親子3人はそれからずっと幸せに暮らしました。